プロンプト、運転に集中してくれ。聞こえた、みんな見たね、ノクトも。ノクト、あ、また寝てんの。寝すぎると目腐るよ。王子は寝るのが仕事だからね。考え物だ。ああ、イグニス。昨日帝国軍と戦ったばかりだろう。すぐ追っ手が来るはずだ。今は気を引き締め、慎重に。じゃあ敵が来るまで息抜きしないとやってらんないって。イグニスだってずっと難しい顔してたら疲れるよ。こいつはいつもこんな顔だけどな。あ、前を見てくれプロンプト。見てるし。それなら俺が運転を。あっ、危ねえなプロンプト。どうした。ごめん。大丈夫？なんだ、犬か。イグニス、薬、薬貸して。怪我か。うん、棘が刺さって動けなくなってたみたい。うわ、すげえ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いやいただきます。大丈夫だよ。これでよし。お腹空いてるの？ビスケットもあるよ。どこの子だろう。貼り紙とか作った方がいいかな。ああ、もう。チビだしな。うわあ、待って待って、ちゃんと拭かないと風邪ひくよ。ほら足も。あ、まだまだ、ちょっと待って。もうすぐ良くなるよチビ。飼い主さんもきっと心配してる。探しに行かなくちゃね。飼い主さんどんな人？おやすみチビ。
チビ、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 チビ。チビ。アンブラ？プライナ！プライナ！プライナ！ゲーティアナ！プライナが！ええ、無事でよかった。プロンプト？名前が。調べましょうか。僕宛て？うん、いい匂い。プロンプト様、突然のお手紙をお許しください。私はルナフレーナ・ノックス・フルーレと申します。あなたが解放してくださった子犬プライナの飼い主です。チビの？プライナの行方がわからなくなり胸を痛めておりました。あなたのおかげで元気になったプライナと再び会うことができて本当に感謝しています。プライナはノクティス王子のもとへお邪魔させていたのですが。ノクティス王子？プロンプト様はノクティス様のご学友なのだそうですね。ノクティス様はお忙しくなかなか周囲の方と遊べないと聞いています。プロンプト様ともあまりお会いできないのかもしれませんが、どうかこれからもノクティス様のことを支えてくださいますようお願いいたします。僕がノクティス王子と語学友？友達？友達になっていいってこと？ルナフレーナって人が、ルナフレーナ様がそれを望んでいる僕に。よし。王子、僕と友達を。ま、大丈夫？はい、カメラは。あ、どうぞ。違うよ。ごめんなさい。それじゃあ。やっぱり友達になんて。友達になるんだ。こんにちは、頑張るね。
にちは。まだダメだ。うわ、すげえだろ。これ新しいやつ。いや待ってって。あ、ごめん。あのさ、走りたいんだけど、どうすれば走れるかな。こんにちは。どうした、ノクト。なんでも。あれが王子じゃない。同じ学校なんだ。どうする、話しかけてみる。待ってよ。こんにちは、ノクティス王子。はじめまして、俺プロンプト。よろしくね。初めてじゃねえよ。よし、これで大丈夫っと。お母さん、もうはぐれちゃダメだぞ。あと道路は危ないから気をつけて。着いたのかって、どこだここ。ちょっとな、救護活動だ。さあ行こう行こう、皆無までもうすぐだよ。ねえノクト。オルツシエに着いたらさ、俺もルナフレーナ様に会えるかな。会えんじゃね。そっか。